どうもどうも、まさとです。はい、今回もこちら、マスバのワールドからお送りしたいと思います。はい、こちら、どこ？白樺村が後ろの方にあります。で、あの家が、山頂の拠点になるんかな？はい。で、ここが一番上まで来た山頂部分の、橋になりますね。で、トロッコで来れるようにしておりますけども、今日はこちらの方にですね、ちょっと目印となる灯台をちょっと作ってみたいなというふうに思います。ということで、早速始めてまいりましょう。はい、ということでですね、こちら、場所どこということで、見えますね、海の拠点に来ております。海の家ですね。ちょうどここら辺が今作っている海の上の、上になります。前にね、ここ、ライブの時ですよね。ちょっと周囲見ようと、飛び立ったら最後、道に迷って、戻ってこれなくなったという、経緯があります。で、目印があまりないんですよね、こっちね。うん。だから、ちょっと分かりやすいように、灯台、作った方がいいんじゃないかなと思いまして、ちょうどこの真下ですよね。ちらっと見えてますよね。どこまで降りられる？ここですね。ちょうどこの下に、今、家があるわけなんです。灯台的なものを作ればいいんじゃね？ということなんですが、高さの問題、今度出てくるんですよ。これ、アンプリ。という兼ね合いで、これいきますね。ちょっと見ててくださいね。はい。限界高度は255ですということで、ここまでしか建物建てることができないということになってしまいました。はい。アップデート頃の待てばいいじゃんといえばそれまでなんですけれども、うん、待てばいいんかな。じゃあ、今日の分な、意味なくなっちゃうもんね。だから、今度ここ、木ありますよね。ここに小さい灯台建てりゃ、まだ分かりやすいんじゃないかなと思いまして、ちょっとこっちに建てますね。ちょうどいい位置がありますので。本当に小さい灯台しか建てられないですけれども、この木をちょっと除去しましょう。はい、じゃあちょっとなくなってもらうのを待ってる間に、でも場所ねえな。じゃあここをちょっと削りますか。もう一段削った方がまだ場所取れますか。こんだけありゃ作れるかな。とりあえず作って、また後ろはなだらかにします。一応磨かれたで持ってきているんで、これを土台にします。中心ちょっとここら辺ぐらいかな。ちょっと足場でこれが、ここまでが限界高度ですね。結構高さいけますね。じゃあギリギリまで行きましょうか。ここね、1、2、3、3つだよね。で、1、2、3、あ、もう一個削った方がいいかな。で、浮かす感じかな。これは取っとこう。で、これが土台ですね。土をしまって、で、次ね、クォーツブロック使います。これ真ん中階段入れたいから、ちょっと一個オフセットさして、あ、これ3つ、もうちょっと大きい方が良かったね。1、2、3、こうなっちゃうんだよね。ちょっと小さいな。あと4ブロックぐらい広げた方がいいのかもしれない。だからここ限界だから、こっちに4つ減らして、で、こっち2個2個か。うん、ちょっと作業しますね。広げます。狭すぎる。はい。で、これに階段をつけたいんだよね。もういつものやつですね。はい。で、あ、ちょうどだ。いけましたね。で、これで土台
の部分ができて、このまま上げますか。え、違うね。あ、ここ違うね。ここ、こうだ。で、次、小さい円ですね。小さい円、小さい円、小さい円、見つけただね。内側に入れて、あ、やっちゃった。あ、これ中に入れるようにした方がいいかな。って感じで上げていきますか。で、あとはひたすら上へ積んでいくだけと。で、そこだっけ？だよね。ワンスタック作っておきますか。はい。力。あ、でも多分上閉じちゃうと思うので。潰しだけしておきます。はい。で、ちょっと床張りますね。って感じで、で、柵としてね、これ鉄柵ね、設置しておきます。はい。で、あとはここだったらやっぱ3つ3つになるしかないのかな。ね、もう1個前に来ちゃうと通れなくなっちゃうんで、で、あと今度上から作っていかなきゃいけないんだよね。まあ先に。明かりの部分ね。これは2ブロック分あった方がいいのかな。いい感じに収まるのかね。一番上削って、ここだよね。ちょっと滑らか作りでいきます。で、ハーフをここに設置すると。で、あとはうまく屋根にしていきゃいいか。なんかいっぱい敵モブいるね、あそこね。目を合わせたら最悪だから、ちょっと見ないでおきます。で、これでだいたい屋根の部分はいけますかね。あ、間違えた。で、あとこっからまた階段がややこしいんだよね。これそのままできるんだっけ。下と同じようにちょっとやりますね。で、そうこうしているうちに夜が来る。はい、こんな感じに仕上がりました。でも白すぎるよね。うん、ちょっとこれもうちょっとアクセント入れたいかなというのがあって、ここ角ですね、これ赤っぽい色入れたらちょっとはまたメリハリがつくんじゃないかなと思いまして、入れましょうか。はい。一応ネザーオート用意しましたんで、ちょっと明るめのいい感じの色ということで、コンクリートよりもこっちの方が合うでしょう。で、一旦ね、角でしょ、ここだよね、ここを壊していく。ここを壊すんですけど、で、あと下もちょっとやらなきゃいけないんで、ということはここか。あ、ちょっとランタンがあれだね。ここがネザーウォートになって、で、この上にランタンか。
あ、ここじゃないのかな。あ、そっか、これはあれがあるからか。これを壊しておけ。って感じですかね。ああ、落ちる。さあ、どうでしょう。でね、なんかこうした。こういう感じですね。ちょっと物足りないか。で、真ん中黒ガラス入れてもいいのか、そしたらね。でも雪山だから、まあ白でもいいんだけどね。じゃあちょっとガラス入れましょうか、黒ガラスね。黒の板ガラス的な。黒ガラス。あ、下あったな。黒ガラス下ありましたね。そういえば。ここから降りられる。エンダーマンよ。すごい置いてってる。これ困るね。ガラス、黒ガラス、これですね。ここでいいのかな。あ、これ上1個はいるね。ずつ取るという感じ。あ、こういう感じでどう？うん、いいんじゃない。はい、という感じでございますね。で、あと反対側やって、ちょっとここら辺がね、もうちょっとなんかすっきりしないかなという気もせんでもないんですけどもね。ここのね、屋根の位置がちょっと1ブロック分高いような気がするんですけれども、下から見た場合ね、この高さがやっぱ生きてくるんで、一応このままにしておこうかなというふうに思っております。はい、ということで、今回はこちら、海の拠点にですね、の一番高い位置にですね、灯台みたいな家にしとこうか。家にしといたらちょっとごまかせるよね。灯台だとなんか変な感じだから、灯台みたい、灯台ハウスか、灯台ハウス、作ってみました。あ、我ながらいいね。はい、で一応ここをね、目印にできるというふうな感じで、うん、家だったらちょっとベッドとかも運び込んどかなきゃいけませんね。ちょっと家らしくはしてなければならないかなと思うんで、また、収録外でちょっと手加えておきます。はい、ということで、今回はこれにて終了したいと思います。ではまた次回お会いいたしましょう。じゃあね。